始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気してます。してます。今ネットでアピールすることって必要不可欠になってきてるんじゃないかなと思うんですが、時代の流れだよね。すごいよね。お二人はご自身のホームページ持ってますか。いいえ持ってないですね。自身の自分の、はい、まあ、ないですね。宮沢ミシェル公式ホームページとか、いやそのフェイスブックだとか SNS だとかっていうのね、うん、そういうのはねあれですけども。そうですね、ブログとか ねそういうのもありますけど。アンジュ持ってそうだな。持ってないです。ない、はい、ないですないです。私もないんですけどそうなの、はい、なんだ、はい、今回最初にご紹介する企業様にちょっと詳しく聞きたいななんて思うんですが、はいはい、最初にご紹介しますのは、うん、ウェブマーケティングとして中小企業さんの支援パートナーを行っています。こちらの企業様です。2000年代 IT 業界の躍進をきっかけに企業の広告市場にはインターネットという新たな選択肢が台頭し始めた。その大きな指針ともいえる自社ホームページの開設率は現在大企業では10割近くが保有しているのに対し、中規模企業でおよそ8割、小規模企業においては5割に満たない数値が示し出されており、ネットを活用するための人材確保が中小企業にとって大きな課題となっていた。そこで独自のノウハウを駆使し、自分で作成更新できるホームページのシステムを提供。中小企業の大きな味方として日々奔走する男がここにいる。株式会社ウェブマーケティング総合研究所代表取締役吉本俊博。株式会社ウェブマーケティング総合研究所では営業マンを持たないネットビジネスを強みに、低コストでありながらデザイン性の高いホームページ制作を実現。新規の顧客獲得に貢献するだけでなく、クライアントの満足を追い求めた細やかなサポートで、専門的な知識から簡単な操作方法に至るまで、一人一人が望むアフターケアにもしっかりと対応を行っている。今回は顧客企業との発展を理念に掲げる吉本俊博をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。ホームページって、まあ、自分で作れない、自分で更新できないっていうふうに思いだと思うんですけど、はい、でも最近自分で更新できるツールっていうのはいろいろ技術進歩が進んだ結果できるようになりまして、でうちもそのホームページ制作ツールっていうのを我々の方で開発して、それを使ってホームページを、まあ、お客様自身が自分で作って自分で更新するっていうことが可能になったっていう、そんな感じです。どんなシステムなんですか。そういうことだよね、はいはい、普通はオーダーメイドで全部作るんですね、はい、ところが技術が進んできたので一から全部作るんじゃなくて、ある程度テンプレートというものを用意して、でそのテンプレートを組み合わせることで簡単に大体8割ぐらい作れるっていうことが可能なんですね、うん、例えば写真を入れるときにデザイナーの人が通常のホームページ何するかっていうと、まあ、デザイン上ホームページの写真をここに入れて、で周りの色をこういうふうにして、いろいろこう細かいのを調整しなければいけないんですけど、その調整を一つ一つ全部やってオーダーメイドだとどうしても手間がかかるのでお金かかっちゃうんですよ。全部オーダーメイドで作るのではなくて、ある程度パターンを用意して、でそのパターンの組み合わせをでホームページを作って、で最後の微調整だけ自分でやるっていうような形でやることで、まあ、手間もかからない、で結果的に安く作れるっていう、そんな形なんです。現在サービス利用者数が9400社を数えるウェブマーケティングのホームページ作成システム、お客様を自分で増やせるそのシステムとは一体どのようなものなのか。9400社の中で本当にいろんな業種の方がお使いで、はい、税理士さんとか歯医者さんとか、その多くの方がホームページ、うん、自分で作れるなんていうふうに お考えじゃなかったですし、パソコンがすごい苦手な方も多いんですね。お客様ってそのネットを使って情報を集める時代なんですよね。企業側がちゃんと情報を発信しないと選んでいただけないんですよ。逆に中小企業さんもちゃんと自分でホームページで情報を発信すれば大企業に対して勝てますし、たくさん集めることができるんです。
だからその我々のサービス使って売り上げが3倍5倍になりましたとか、問い合わせがたくさん来ても今例えば歯医者さんとかで、はい、予約が殺到してしまって2ヶ月待ちですとか、そういう方とかも本当たくさんいらっしゃるんです。我々自身が実はあのネットでお客様を集めてまして、あのうち営業マンがいない会社なんですね。それで集めちゃうから。そうなんです。あ、なるほど。大体あの月に200ぐらいお申し込みをいただいてるんですけど、で普通のホームページ制作会社っていうのは営業マンが飛び込み営業してお客様を集めるんですけど、はいはい、我々はそのネットを使ってお客様を集めているので、うん、結果的に営業コストがかからないんですよ、まあ、だからその初期費用5万円っていう安い価格でサービス提供できるっていうのもあるんですけど、我々会員様って呼んでるんですけど、会員様のホームページを作ると我々自身が開拓したノウハウで我々の会員さんのホームページを作るので、その会員様のホームページも成果が出て、会員様の向こうにいるお客様をどんどん集めることができるっていう、その流れで作ってます。で我々のホームページ作るときにあの電話サポートつけてまして、無料で、最初ねあのマウスが使えない方とか結構いて、もうマウス動かしてもパソコン上画面変わらないんですけどっていう電話が、一生懸命何言ってるのかなっていうと、マウス空中で動かしてるんですけど、本当にこれ無意識にやってらっしゃるようなレベルの方でも、でもマウスこうやって置いてくださいねとかいうところから始めて、でちょっとずつ慣れて、で自分でホームページ作っていくんですね。これもそのレベルなんだよな。まあ、最初の一歩は少しハードル高いかもしれませんけど、それを乗り越えればサービスとして、今営業マンがなしにホームページでまあ集客してるんですけど、最初からそういうふうにうまくいったわけではないですね。もともと前職があの三菱東急 UFJ 銀行で、その後野村総研に行って、それから起業したんですけど、でビッグカンパニーにいると、あの大きいビジネスをやるじゃないですか。まあ何千万みたいなコンサルをやってたのが、あの初期費用5万円、月額5000円っていうすごく安いサービスに行って、でそういう安いサービスの売り方って別に知らなかったんですね。でそう最初なかなか取れなくて、でシステムの開発とかもまあ何千万もしてましたんで、そこでもう銀行もお金貸してくれなくて、結構ずっと借金が増えてエラーになってたんですけど、まあ、でもそれであのいろいろこうなんですかね、トライアンドエラーしてるうちに、ホームページをこういうふうにやれば我々自身のお客様を集められるっていうノウハウがだんだん溜まってきて、で少しずつその会員さんが増えて、まあ、その気分起点を超えてギリギリなんとかっていうので今に至ってるんですけど、せっかくなんで大好評なんだな、それはミシェルさんの大好評なサービスでホームページをちょっと作っていただけたらと思うんですが、あら、今回は番組 MC 宮沢ミシェルのホームページをスタジオで実際に作成してもらった。では山崎さんにご登場いただきまして、はい、早速見せていただきたいんですが、いやー、これこちらすごいよ。へえ、ビジネスラッシャーって載ってますよ。すごいな。写真いっぱい使っていただいて、はあ、いいじゃないですか。ちょっと昨日1日でここを作らせて、1日で、1日でそんなに僕のこと好きですか。そういうのね、そういうので1日でこれできるんですか。はい、あの普通の制作会社だと2週間とか1月ぐらいかかってしまうんですけど、あの我々はそのツールを使って作りますので、本当に1日でこんだけできちゃいます。でちょっとそのツールを実際に操作していただければと思いますので。ちゃんとやったことないんですけど、これもね、これミシェルさんもできたら本当に皆さん確実に、これでも俺にやらせない方がいいと思うよ。大丈夫です。一番下にですね、この何も入ってない見出しと、あとサンプルという画像の状態になってしまっているので、はい、ここにちょっとあの文字を入れるのと画像を入れるのをぜひスライドしていくと、はいはい、先ほどの画面見たままだと思うんですけど、実はもうこのまま更新ができてしまいます、ね。わー、嬉しい、はい、でこの文章を変える方法なんですけれども、うん、あのちょっとこのカーソルでカチッとどこか2回、あ、じゃあここら辺固く1回、はい、でここに例えば、うん、BGM で、もう文字が入力できた状態で、でカチッと押しますと、まあ、画面に保存ができた状態になります。簡単、はい、おはい、これは今管理画面を更新してもらったんですね、はい、で今ポチッと押していただいたことで世の中にその内容が公開されました。じゃあ戻りましたけれども、本当にさっきの状態ですね、はい、でちょっとここカチッと押していただいて画像ですね、はい、
で画像をカチッと押すと右側にこの画像を設定する画面が出てくるんですけれども、画像変更というボタンがここにありますので、こうカチッと押していただきます。画像変更ありました、はいはい、今回あのビジネスフラッシュの画像をいただいたものもこの画面内に保存してあるので、はい、いやー、はい、そういう、はい、でもうここに画像がありますね。ここちょっとカチッと押していただいて、あ、一枚だよ、はい、はい、押すとここの画像を変更するというボタンがあるので、ここも選んで、はい、じゃあカチッと押していただいてよろしいですか。はい、パッと、はい、すぐに今これぐらいだったらできそうでしょ。できるできるまあやり方だけ覚えればね、はい、そのね、続いては実際にウェブマーケティングのホームページ作成を利用したお客様の声を聞かせてもらった。ホームページを通じて来店のお客様の数字は年間売上数千万です。決して大きくない数字かもしれませんが、当社の考えに合ったお客様、ぜひこちらでお願いしたいと言っていただくお客様ばかりで、毎日とても楽しく接客させていただいており、田舎の小さな宝石店にとってはありがたい限りです。感謝の毎日です。そちらの会員様は、ですね、売上の95% がホームページ経由らしいんですね。通販ではなくて、あの店舗お持ちの会員様なんですね、はい、もう田舎なのでもう毎年こう売り上げが減っていって、どうしようかっていうふうにすごく心配されている状態でホームページを作られたんですけど、また持ち直してこう右肩上がりっていう感じらしいんですけど、呼べるようになったってことだね。いい宝石をあの手頃な値段で揃えているという、まあ、商売やってらっしゃるの でその良さがホームページを使って向こうのお客さんに伝わって、わざわざ足を運んで実際見てみよう。人生変わるってことだね。そうですね、大きな言い方だけど、はい、本当そうですよね。いやでも本当ホームページがなかったらね、今頃本当潰れてたかもしれないと。そうですよね。日本を支える中小企業の発展のため、ネットを通じて新たな可能性を広げる吉本俊博。そんな男が見据える今後の展望とは。あのね、ホームページっていうのは一昔前は一社に一つっていうイメージだったと思うんですね、はい、だから一社がたくさんのホームページを作るっていう時代になってるんですね、うん、大企業の場合は予算がありますからそういうことが普通なんですけど、できるんですね。でも中小企業さんはその予算もないですから、一つのホームページ50万100万作るとそんなにたくさんホームページ作れないんですね、うん、でも我々みたいに自分でホームページが更新できる安いサービスであれば、うん、本社サイトと別に部門別のサイトとか商品別とかキャンペーン用のサイトとか、うん、そういうものいくつも作れますから、でそういうことをあのご支援したいと思ってます。いや僕にとって新しい発想でございます、はい、なるほどね。あのスクールとかでも、まあ、サッカースクールやってる場合はサッカースクール、野球スクールって別々に作ったりとか、うん、いうふうにやった方が生徒さんに伝わるじゃないですか、うん、あれもこれもやってますよっていう中身の薄いホームページよりも、サッカー教室やってますよ、例えばそのサッカー教室に特化してこんな指導やってるんだとか、こういうイベントがあるんだっていうのをいろいろ語った方が生徒さんに伝わると思うんですね、まあ、我々の会社の、まあ理念でもあるんですけど、そのお客さんのビジネスに貢献するっていうことを一生懸命やってる会社でして、あの IT 業界って割とそのなんか上場して人儲けってイメージがあると思うんですね。でも本当は IT を使うことで中小企業さんがビジネスの発展のチャンスがいっぱい広がりますんで、だから我々はそのためにあのサービス日々頑張ってますし、このサービスを世の中に広く知らしめてお客さんのビジネスに貢献するっていうことをやりたい、そういうことを日々あの頑張っていこうと思ってます。いや本当に勇気づけられる話ね何か自分が変われそうな感じがしてきましたけど、これ今後とも一つ、はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そうか、舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。ダイヤモンド、それは身につけることで神秘性をさらに高め、
時代を超えた憧れの象徴として宝石の中でもひときわ美しいきらめきを放ってきた。その代名詞でもある永遠の輝きは古より多くの人々に愛され現代に至るまで見るものすべてを魅了し続けている。そんなダイヤモンドが持つ最大の特徴を世界に誇る研磨技術でさらに引き出し理想の輝きを形にすることで究極のダイヤモンドを実現し続ける企業がここにある。株式会社アルカダイヤモンド代表取締役社長佐古恭一郎、そしてアルカダイヤモンドセラピスト佐古美玲。一つ一つ職人の手で施された完全反射のダイヤモンドで人々が理想とする美しい輝きを生み出し続けている。今回は佐古恭一郎そして佐古美玲の2人をスタジオに招き詳しく話を聞いた。ずっとこのお仕事されてるんですか？先代が昭和38年に創業しましたので、はい、もう会社は今年で54年目になります。もともとはね宝飾品の卸業ですから、うん、26歳で、継いだんですけどね。その時に、輸入を始めたんです、はい、そして輸入を始めて日本全国に対して卸業をすることによって、業務を拡大していったんですね。輸入ですかされたってお話ありましたけど、はい、大変だったこともあるんじゃないですか？昔は必ず海外に行って石を見て買ってくるっていうねもうことでしたので、最盛期には鉱山までやりましたのでスリランカで採掘までして海外で物を石を調達し物を作って輸入するっていうそんな仕事をしてました。昭和38年創業の頃から見れば2003年でダイヤモンドを専業にするまでは、はい、一般的な宝飾品の輸入卸業をやってたわけですね。2003年からは実際にその海外に行ってダイヤなりを輸入してきて日本で加工ですか？日本の職人が日本で研磨をしてるんです。へえ。こう完全な研磨をね、はい、輝くダイヤモンドを磨いてほしくて、はい、もう日本の大手だけじゃなくてイスラエルとか、はい、インドとか中国とかソビエトとかロシアとかね、世界中に行ったんですけど、完全反射のダイヤモンドを磨ける会社は存在しなかったんですね。完全反射ってどういう状態ですか？完全反射っていうのはダイヤモンドって、はい、上から光が入りますよね、100% 上に戻る、つまり最も輝くダイヤモンドという意味なんです。できるんですかそんなこと？いやできないと言われてたんです。できないですよね。できないと言われてたんですけど、やればできたんです。それがやっぱり日本人の技ということだと思います。いや日本一の職人であっても半年間はダイヤを渡す粉になっていく、またお金をつぎ込んでダイヤを買って渡す粉になっていく、その失敗の連続ですから。はもういい加減やめようと思ったら何回前にも実はね、言っちゃったからもう引くわけがないみたいな、そういうことじゃなくて何かこういうものがあったら100だったらいいなっていうときめきがあったわけですよね。だって一番美しいダイヤモンドを売りたいと思うじゃないですか。そうですよね。純粋だな。はい、そうですね。そうでしょ、はい、ダイヤモンドは研磨だけなんですよ。人間が手を加えれるものは研磨によって輝きがガラッと変わってくるわけですよ。もうそれはね、こうビフォーアフター見るとね感動しますよ。そうです、はい、そんな違うもんですか？違いますね。並べられてる、はい、これは試作品とありますが、これは試作品の、これでもね一応完成した試作品なんです。僕らの方から光ってますもんね、はい、一応全部 100% 反射してるんです、はい、本当はこれからもっと綺麗に形を整えて、前反射の中でも最も綺麗な石を最初に作ってるわけ でこれはプロセスです。へえ、でも十分美しいですよ。キラ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 って、いろんなカットがあるんですね。そうです、全部で5種類、ダイヤモンドで本物でしか研磨の練習ができないんです。本物でしかできない。できない、もったいねねえ、ですよね。アルカダイヤモンドの定義はとても簡単で、はい、100% 前半しているものをアルカダイヤモンドと言ってるわけです。なるほど。でアルカっていうのはサンスクリット語で太陽って意味なんだ。太陽、太陽、本当の太陽ですね。太陽です。でもこれじゃあ出来上がったってなったらもう売れ行きも抜群だったんじゃないですか？いや全然売れると思ってましたよ。確かにこうダイヤモンド美しいんですよ。ただそのダイヤ、私ダイヤモンドで人を癒すってことがテーマだったんです、
だからなかなかその売り上げにはなかなかつながらなくて、はい、なおかつこう機械で測ってみるとそのそれ人それぞれに合う石が違うと分かるわけですよ。どれも合うわけじゃないんですね。あの人様ね、皆さん個性があるように、はいはい、その方に合ったダイヤモンドっていうのは、はい、こう皆さん違うので在庫をたくさん持たないとその人に合った石を見つけることができないんですね。これはやめた方がいいですね。いや最初の頃は、いや本当に最初の頃はね、在庫がまだ少なくてこう欲しいって来られるんだけど、はい、見つからないんですよ。やっぱ50個100個ぐらいではね。キラキラ具合ミシェルさん、いやさっきからも気になっちゃって気になっちゃう僕の方にもね、はい、もらいなさいもらいなさいって言われてはいはい、それをここ覗いていただければ。どうですか？これはね、このバースでこの石が綺麗だね、これ本当。太陽のようですか、やはり。素晴らしいね。綺麗だね、これこうやって見えんの。これいただいたら本当に嬉しいですよね。それにね、その人守るわけですからね。そうですよね。あ、そう。はい。そうですよね。その人にあったもので。失敗を重ね続けた完全反射のダイヤモンド。その当時の思いを改めて聞いた。あの大弟子と癒すって言うとね、はい、なんか変な会社じゃないかって言われるし、霊感商じゃないかと、うん、なかなか売り上げにはつながらないし、はい、でこれ銀行に行ったら銀行に行ったで霊感商ってその支援打ち切りゼロですからね。世界一美しいダイヤモンドで、私プレゼンに行ったんです銀行に。世界一美しいダイヤモンドが手に入りました、研磨ができました、これで人の体を癒して世界一のブランドを目指しますって、そういう方針でいきますよっていうプレゼンに行っただけなんです。そしたらあの話終わったらですね、あ、43年間取引ありがとうって、今日もって取引停止って。全く逆に取られる、通じない人たちっているのよ。共感できない、共感ね、感動と共感共有があるんだけども、それが全く違う方に動いちゃう。しょうがないことなんですけど ね通じないんです、はい。でもね、その銀行が打ち切り、その支援しないってなった瞬間にね、今度会社に戻ればやっぱり社長がおかしいんじゃないかって連盟で見るわけ、社員は。あ、信頼が ね。そうすると毎月今度辞めていくわけで退職願が出てくる。本当に毎月、毎月だよね、毎月毎月。今月は1人、次の月は3人とかって、それが毎月続くわけです。それが1年半続いたんですね。40人いた社員が私たち入れてね8人になったの。それはもうね、地獄ですよ。え、私たちの方が間違ってたのかしらって、うん、思うようになりますね。だすごく不安になってきました。途中で止まれませんよ、でもね、研磨だけは続けながらで、売れない、入金がないですよね、はい、それが続くわけですから、うん、ありえないですよね、生活にならないって、はい、いやもうね、ギリギリまで行きましたからね、ギリギリ行って、はい、いつ頃からこう変わってきたわけですか。この 4,5 年でしょうかね。はぁ、そういうことがあるかもしれないっていう感じでしょうか。いや、でもあの震災の時でしたね。震災の時に、はい、あの福島の方からお客様見えて、はい、でその時にあのいざって言った時にはいつも身につけてるものしか自分を守ってくれるものはないっておっしゃったんですよ、はい、だからたくさんの宝石を持っててもあのそれを手放してで守ってくれるものって一つ身につけるものっていうことであのお買いになって、そういう方がいらっしゃいます。だからだんだんそういうことが納得いくわな、うん、お客様一人一人に合った究極のダイヤモンドを追求し続ける佐古恭一郎、佐古美玲、二人が描く今後の展望とは。いや、私たちはね、本当は、ね、売り上げじゃなくてお客様に感動を与える世界一を目指したいんですね、うん、だって売り上げだけだったらつまんないじゃないですか。毎年1000人の人に感動を与える、そんな会社になりたいんですよ。そして5年後にはね、海外やりたいですよね。で、やっぱ毎年1万人の人に感動を与える、そしてそういう会社を目指したいです。最後になりますが、佐古さんの格言をお伺いできればと思います。一つはね、側転拒止っていうのがあります。側転拒止、天に従って自分を捨てるってやつですね。それともう2つ目がね、あの傾向となるも流語となる流れって言葉があります、うん、要するに大きな組織の後ろについていくぐらいだったら誰もやらないトップを行けと、これは父親からよく言われました。素晴らしい、すごいです。本当にこれから
もうますます輝きを、はい、輝きをね出していってください。今日はロマンチックな話ありがとうございました。ありがとうございました。ここでナイツのヒット商品会議室からのお知らせです。来る8月21日日曜日、南砂町ショッピングセンター砂森で午後1時から番組公開収録をすることが決定しました。はい、お近くの方はぜひご来場ください。待ってます。待ってます。ビジネスブックコレクション。今から28年ほど前、この夢旅荘の先代の主人である私の父が亡くなりましてね、こちらの私の母、先代のおかみが後を継ぐということで、いろいろと残された財産や土地のことなどを調べてみたんですよ。そしたら知らなかったことがたくさん出てまいりましてね。そんな相続ってそんなに大変なんですか？今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、漫画でわかる相続の成功か失敗かはパートナーで決まる。この本を書いたのは相続コーディネート実務士の曽根恵子さん。相続問題を解決するためにスタートからゴールまでプロがコーディネートする必要性を漫画仕立てで教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。